自分は大概、全体像を決めて書いてしまうので。長期連載、というのはあまり感覚、それがわからない部分はある。今やっているのは何か?というのも悩ましい部分は。魔王軍を前に、完全と立ち向かう屈強の戦士。というそれは、視点での正義と、現実のそれとにズレが出たりすると、良くないのかもしれない。邪悪を正義として、気づくと横島を守るために書いていた、そういうことはあるのかも。作家は何を探す人か。商店街が総じて流行ってる光景、それを作るために必要なのはルールではあり、それは自由を阻害する壁、そのものではある。プログラマー的には、当然という制約はしかし、画家のルートでは、我慢し得ない邪悪さ、それでしかなかった。そういうのはあるだろう。状況は改善しているのか、それとも悪化しているのか。闇。